はようございます。釣り子 TV です。結構大きめな小包届きましたよ。でね、住所も取っちゃってるんですけども、デプスから送られてきたっていうことで、これは待ちに待ったあれではないかなっていうことでね、早速ね開けていきたいと思いますよ。これは来たんじゃないんですか。ねえねえねえ、さあさあさあ、バシバシっと切っていきます。あ、やべえ、箱を切っちゃった。これ今ね、ちょっとハサミ入れたね、ここを切ろうとしちゃってましたけども、この箱セロテープで留められている。ここも切っときますか。おお、これはちょっとワクワクするな。じゃあ開けます。きたー、これすごいな。ケースこんなことになってるんだ。はあ、コードネームバス、ね、届きました。すごいケースに入ってんだなこれ、ね、こんな、おお、ちょっとね、いつものウェブメンバーのこう白いねケースに入ってくるのかと思いきや、こういうね専用のパッケージに入って到着です。ってでかいな、これはでっかいな。ちょっと動画とかでしか見たことなかったんで、あー、じゃあね、どうしよう。はい、あでっかいし重いこれはちょっと、まあこの本体と、ねフック、これ針もでかいな。はい、フェザーフックがついてまして、あ、これね、事前のこれの紹介の動画とかに出ていたペタのここに穴が開いていてね、アシストフックを追加するための専用の金具、スプリットリングね、スプリットリングもね、これは海用のかなり頑丈なルアーとかに使うような、そんなねごっついねスプリットリングがついてますね。でこれが入ってて、これが入ってて、やはりこんなところから一応開けてみますね。はい、まあ、こんな感じですね。へえ、デプスちょっと置いときますかね。はい、届きました。コードネームバス、ねえ、もう超巨大ビッグベイトですよね。こう、おー、さすがにもう手のひらは優にはみ出して腕に到達しておりますが、これって、あー、ちょっと投げる竿を買うのが先か、これが届くのが先かとかね、いろいろなんか、あー、考えていたらね、ついに届いちゃいましたけど、これ投げれる竿あんのかな。いやー、そしていつもね狙ってるサイズのバスですよこれ。つい最近も、いや、これより小さかったですね、これより小さいのを自慢げにこうバス持ちしてる動画作ったばっかりですけどね、それよりね太鼓あるな、でっかいな、長さもねえ、ある、どうしようねえ、まあちょっとボディから見てきますかね。あれね、こういう感じで、ソフトシェルね、
テプスのお家芸という、もうね、こう、川の被膜でね、覆われたこのコアの部分を、この柔らかい、ね、被膜で覆われていて、柔らかい。こんな感じ。ね。ま、ほんとね、サイレントキラーとか、あんな印象でいいんじゃないですかね。こう、この指で押したこの感じで、この質感、感じ取っていただければと思うんですけども、わお。で、腹周りが、あ、ここがね、回転するようになってますね。ね、ここに愛があるんですが、スイベル式になっていて回転する、それとですね、この連結部もスイベルのような感じのパーツで2箇所で連結されているので、結構ね、横の動きはもちろんちょっとこう斜めにもう動くようになって、波動の感じはね、こんな感じね。おー、で、ここね、ほっぺたのここちょっとね、四角い、あ、この感じだと分かりますかね、四角いところね、ここが穴になっていて、で、ここちょっとだけ切れ込みを入れて、このパーツをですね、こう貫通させることによって、ほっぺたにもこうフックをつけることができるね。横からのこう頭周りを狙った威嚇バイトとかが取りやすくなる、そんなね、ギミックっていうことで、ここにね、刺すことができるんですけども、まずはね、ちょっとこれは大切に取っておいて、普通に針をつけてですね、そんでもって使おうかななんていうふうに思いますが、ちょっとね、これプライヤーがないとつけらんないぐらいごつそうなスプリットリングだなってことで、ちょっとね、今ね、プライヤー持ってきますね。はい、ね、こういうプライヤー持ってきましたよ。これね、海釣りで使ってるんですけども、なかなかね、ブラックバスのルアーとかだったら、ちょっとした小さなプライヤーでちょいちょいってね、貼り付け替えられるんですけども、これこんな感じの独自のね、太いスプリットリングとかを開けやすいよっていうね、こんなね、プライヤーがあるんですね。あの、海釣りコーナーなんかも充実している釣り具屋さんなんかだと売ってるんじゃないかななんて思うんですけども、ちょっとね、スプリットリングもごついんで、針もごついし、愛もね、ごついんで、こういった専用のものがあるとね、便利につけられるんじゃないかなっていうことで、まあまあまあ、じゃあ早速ですね、つけていきたいと思います。このね、グイジョイ、ね、開けやすい、ね、噛んで、グイッ、ね、開きやすい、バス用のルアーでこのフライヤー使うことが来るなんてなかなか思わなかったんですけども、ねえ、もうどこまで大きくなってくるんですかね、こういったルアーっていうのは。今年はね、待望のギラギラ攻撃なんかもいよいよ出るよみたいな感じでアナウンスされているので、ね、値段とか具体的な大きさの感じとか気になりますけども、そんなところもね、出たらね、まあ釣れる釣れないは別として、あのね、買いたいなとは思ってるんで、持ってこれで、で、結構スムーズでしょ、これね、いいんですよ。まあ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 、ビッグベイトとかもいっぱいやるよなんていう人だったら全然ね、あ、ほら、結構早くついたでしょ、簡単につけられるので、ぜひですね、
あ、なんかそういうプライヤーもあるんだなーなんてね、覚えておくとね。いいっすよ。はい、これで、いやあれこれ、大きさ、あ、大丈夫だな。 針の大きさはね、前後ともね、一緒のように見えるので、特に今、考えずにつけたんですけど、大きさ比べたところ、そんなね、変わらず。で、この最初の入れるのだけ大変だけどね、入れたらね、こうね、ちょっと細いやつで。いやー、これね、針しょわせるのも大変で、これ今ね、手にずっとこう片手で持ってますけど、ちょっと今、腕張ってますからね、重くてね。はいはい。とんでもね、大きさの、うわでございますよ。いや、2個がかりで、はい、つきました。こんな感じのバランスのフックがつきますよね。こんな、わー、でっかいけど、でっかすぎるわけじゃないし、その針の太さ自体もそこまでね、もうこの大きさに合わせてめちゃくちゃ太軸っていうわけでもないから、そこら辺はね、ほんと釣りにかかっているなっていう感じのね。海用の大型のペンシルとかだとね、例えばそれでシーバスを狙うとかにしても、標準装備の針だとね、もうなんか軸線が太すぎて、そのシーバスタックルであるとか、バスタックルのビッグベイト用とかだと貫通できないよっていうぐらいね、太い針がついちゃってることがあるんですけども、そういうのはあ、例えばシーバスなんかね、そこまで口とか強くなかったり、あとは竿が柔らかかったりするので、流儀のフェザーフックとかね、軸線の若干ブルータルとかね、細いやつに変えて使うなんていう風にやってたんですけど、このデプスのやつはね、まあ大きいですよ。大きいんだけども、最初からこの本当に掛けにかかってるなっていうね、本当ね、使うぞっていう感じのね、そういった大きさの針になってるんじゃないかななんて思いますが、で、こんな感じ、針付けました。針付けるのも結構大変な感じですが、で、口のとこにもこうスプリットリングがついていて、まあね、この手のルアーはスナップでは使わない方がいいんでしょうね。結構ね、これより小さいサイズのビッグベイトなんかも、これは頑丈そうだなんていうね、クロスロックみたいな感じのスナップとか、使ってやったりしてもね、結構ね、ボディ自体が重いから、ちょっと変な風にね、ひねったりしてると、あー、これ取れるのみたいな感じでね、変な取れ方しちゃったりすることがあるので、こういったね、まあやつにもうリーダーを直接結んでしまったりね。で、まあこれを背負うためのタックルって、多分これ専用に1個ぐらいしか持っていかないだろうから、まあリーダーないし、そのメインラインに結びっぱなしになると思いますので、そんな時は多分スナップ使わないで、自分なんかはこの従来からついているスプリットリングにつけるか、スタジオオーシャンマークとかから出てるね、ごついスプリットリングに変えたりとか、そんな感じで使うんじゃないかなと思いますが、はい、まあ、コードネームバスっていうことで、ブラックバスはギルだけでなくてね、程よいサイズのバスも食っちゃうんじゃないかという仮定のもとにですね、生み出されているんであろうと思いますが、この目なんかもね、ほんと大きくてね、これ、この輝き、ね、で、このソフトシェルをまとっているから、何年か前からね、フィッシングショーとか、そのキープキャストとかね、展示されてるのは、見かけることはあってね、え、これどういうことなんだろうと思ってたんですけど、いよいよ手に入れたらこういうことになってましたね。大きい。はい、じゃあコードネームバスね、重さの方も測っていきたいと思います。乗り切るかな。はい、 0g に合っていて、じゃあコードネームバス、これね、はい、乗っけてみますよ。針も乗っかってるな。
347.5g、 347.5g っていうことで、ちょっと乗せ方の具合によって若干誤差あるかな。まあ 400g はないよってね、そういった重さみたいなんですけども、これとんでもないですね。あ、これでいいのか。まあ大体ね、 347.5 ってね、ここら辺がコードネームバスの重さみたいですよ。うん、0.5g、 もう 0.5g ぐらいどうでもいいよっていうね、そういった重さですからね。はい、両手でもこうですよ。で、どこで使うのかね、ちょっと想像がつきませんね。ちょっと俺の行く釣り場で使う、投げるところがあるのかね、想像がつかないんですけども、だからまあちょっとね、特殊なね、ウェブメンバーの人で予約したら買えるよっていう、こういった販売方法で出たデプスのスペシャルアイテムっていうことになるんですけどね、うん、まあとにかくちょっとそれっぽい雰囲気があったら投げてみて、なんだろうな、バスが出てきた、追ってきた、こんなデカバスここにいたんだなんてサーチに使ったりするのかな。これ自体に食わせたいなって思うんですけどね。まあほんとちょっとね、投げれる差はあんのかどうかからちょっと今心配になっちゃってるんで、まあ、そこら辺も含めてですね、今後どうしていこうかっていうのをね、動画で追いかけていこうと思いますので、注目していただければと思うんですけども、一つもってね、ほんとね、マジで使いたいっていうシチュエーションはあって、今まだ4月ですけどね、このあと10月11月とかに控えているシーバスのこの白パターンね、あれまあ去年もね、大きなルアーでいっぱい大きなシーバスね、鈴木釣ることができたんですけども、そこで大きければ大きいほどね、なんか魚の反応するサイズが大きくなるっていう現象みたいなのはあって、例えばサイレントキラーの175とかであれば、まあ65センチぐらいから70センチぐらいが、食ってきて、でそれがね、例えばジョインテッドクローのマグナムの、まあ、250とかね、そういったサイズのルアーになると80センチとかがガゼン反応してくる、まあ、小さいのが乗らなくなるのかな、まあよくね、わからないですけど、やっぱでっかい餌にはでっかい魚が食うっていう印象で、250っていうサイズ感だと去年ね、結構80アップ何本か仕留めて、じゃあ30センチ前後のやつ投げたらどうなのよっていうね、これが気になっていて、でそれも見据えて、例えばね、あの道具なんかもいろいろ揃え出してはいるので、まあタイミングでね、そんな感じの釣りでまず使ってみたいななんていうのは考えております。何にしてもね、ちょっと投げてみないとね、どういう動きなのかもわからないので、近日中にとりあえずね、どんな感じかね、湖で投げていきたいとは考えておりますが、まあ例えばじゃあちょっと他の大きなルアーとの大きさ比較でね、ちょっとつらつらと並べていってみますかね。そうですね、例えば今までこれ大きな方でしたよね、ブルシューターね、え、これブルシューターと並べるともうね、こんな感じかな。あ、これ190のブルシューターですよね、え、190のブルシューターと比べて、まあこんな感じの、どうでしょうか、まあでんごっついですね、大きいですね、になっていて、例えばデプスでは大きい方の仲間だった、ね、サイレントキラーの250-250ですよね。長さはそこまで変わらないように見えるんですけど、このボリューム感ね、前後はみ出してるね、ボディの対抗なんかも全然ね、若干こっちの方がつんぐりしてるんですけどもね、どうしますかこれ、ちょっとね、ねえ、まあデプスの大きめな持ってるルアーと比べたらこんな感じになってきて、あとは例えば人気のジョインテッドクローマグナムね、ジョインテッドクローマグナムなんかと比べると
ちょっと毛があって見えづらいかもしれないですけど、だいぶこのジョインテッドクローがマグナムですね、これが、そうですね、こう下で合わせると分かりやすいかな。この上こうはみ出してるってこういう感じで、ジョインテッドクローマグナムとジョインテッドクローを2個足したぐらいの大きさにね、この幅としては厚みとしてはなってくるんじゃないかななんていう、これね。で、まあ、去年ね、あの具合の良かった大きなペンシルベイトね、例えばメガバスからこんなメガドックとか出てますけどね、あ、メガドックより長いか、メガドック、まあちょっとね、これ結構でんごついなばっかでかいなと思ってね、血ばすったりしてたんですけど、それよりも尾っぽの方まで考えると長い、太い、厚い、あーそうなりますかね。まあこんな感じでいて、でこれはねヘドンのスーパーマグナムザラスプークってね、これペンシルベイトの中ではね結構、まあこれも似てるんだけどね、これもね長いしバカでかいなって、これガチョンガチョンってやるとね、でっかいシーバスが戻り打って出てくるわけなんですが、それと比べてもあら長い、やっぱこの尾っぽの分ね、何にしても長くなってくんな。まあこういうでっかいルアーたちもね、まあどうかと思いますけど、それよりはるかに重さもあって厚みもあってね、えこの口周り、ね、こういう感じですよ。はあ、ただね、なんかねやっぱ魅力的ですね、所有欲を満たしてくれるというか、あー俺これ買っちゃったよっていうね感じはあるんで、まあね、あのまだね持ってないんですけどね、あのジョインテッドクローにはさらに大きな、ね、尺腕とかもありますからね、ああいった世界に入っていっちゃうようになるのかな、なんないかな。まあ俺もねブラックバスこれで釣れんのかなっていうね、すいませんね、なんかねうーとかはーとかねどうしようみたいな感じになっちゃってますけども、何にしてもね、でもね面白いルアーを一つ手に入れましたよっていうことで、まあどんな感じのルアーなのかね、この雰囲気とかね動画から伝わればいいななんて、思いますし、このねこんなね豪華な箱に入ってくるようなっていうのもね今回来てみて初めて分かったんで、あとは丈夫めな糸をねたらふく巻き込んで、でね釣り場で、まあ、まずは泳ぎを見るって感じですかね、なかなか釣果に俺はいつ結びつけられるのだろうかなんてのはねちょっとわからない、まあこれで寄せてこう釣れたみたいなね、そういうパターンとかもしかしたらあるかもしれないんですけども、ちょっとねこういうのが効きそうな釣り場とかもね、今まで行ったことないようなところなんかもね、これをタイミングにして行ってみたいななんてね想像を膨らまさせてくれるルアーなんではないかなと思いますが、とりあえずはねこれ持ってくのも大変そうだからね、しばらくは多分部屋の方ね、ラックにぶら下がってるんじゃないかな。ここら辺もね、あの秋口ぐらいになるまでねみんなね今待機組なんですよね。ちょっとねさすがに今ねシーバスなんかで言ってもバチ抜けシーズンって言って、小さくてね細いプラグとかねニョロニョロとか、まあバチ抜け系のねそういうのが釣れる時期なので、ここら辺はね今お休みなんですけども、秋ぐらいになったらね今年もバンバン釣りにはシーバスね行こうなんて思ってますんで、そんな時にこの兄弟たちと共にこういったのがねこうやってボックスに入って、そして釣りに行くようになるんではないかな、そうしようなんていう風に考えております。何してもまずはね、届きましたんでこんな感じのルアーですよってね、噂のコードネームバスね、重さ測ってみたり貼り付けてみたりしましたが、今後の展開に、ぜひご注目くださいというわけで、このまあねコードネームバスでかすぎだな
って思った人はぜひね、いいねボタンを押してください。またぜひですね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。これなんとかね、実況でね、コードネオバスで釣れたよなんてね、動画ね出せるかもしれないので、チャンネル登録なんかしといていただけると、コードネオバスで超巨大バスが釣れたとかね、そういったタイトル出てくるかもしれませんので、よろしくお願いいたします。というわけで本日の釣り子 TV は、デプスのウェブメンバーズで、買うことのできるコードネームバス、これが家に届いて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。でかい。